それではシビックタイプ R の試合プレッシャーに行ってみたいと思います。前期モデルの FD2 で走行距離はですね7万8000、を超えてきた感じの、まあ FD2 の年式考えたらそこまで走ってないかなっていう感じですかね。で、ジェイズレーシングのねエアロが入ってなかなか他のシビックとは違うなというオーラを放っている感じですね。マフラー5次元なんですけども、そんなにうるさくないですね。で、今乗ってる感じ、特に室内に入ってくるような変な音もないです。ミッションもスコスコ入ります。クラッチはね、多分まだ変えてないと思いますね。ちょっとペダルが硬くなりつつあるかなっていう感じです。つながりは全然普通ですね。あとは、LSD 入ってます。なのでハンドル切ってアクセル踏むと、ガガガガガという感じでチャタリングが出ますね。まあ見た目ちょっとねこう結構スパルタンな感じに見えますけど、乗ると意外とねそんなこともなく、まあこのデフぐらいですかね、ちょっとこう。かなり普通とは違うなという感じがするのは、アクセルのレスポンスなんかもね非常にいいですね。すごいレスポンスがいいな。ちょっと踏み込んだだけでぐっとこう加速しますね。コテコテに作ってるという感じでもないかなという印象です。まあ、LSD の方はですね入れるオイルによってまたこのチャタリングのね、具合も変わってきますので、おすすめはですねクスコの、デフオイルなんかは非常に街乗りしやすくてチャタリング少ない感じのオイルですね。まあ、ちょっと柔らかめっていうのなんであまりねサックでガンガンっていうわけにはいかないオイルかなっていう感じですけど、街乗りにはね非常に向いてます。こんな時の加速がすごいですね。まあ特に変な音もしてこないですし、特段違和感を感じるようなところもないかなといった感じですね。はい、以上シビックの試乗インプレッションでした。